こんにちは、ミゲムです。いつもいつもご視聴ありがとうございます。本日のウイスキーはこちら、カティーサークブレンデッドスコッチウイスキーとなっております。本日はこれをいただきます。よろしくお願いします。はい、本日はこちら、カティーサクを飲んでいきましょう。よろしくお願いします。モルトグレーン、アルコール度 40% で 700ml、バカルディジャパンとなっておりますね。原産国はスコットランド。じゃあまず 20ml ずつ。とてもいい香りですね。まずこのまま匂い嗅いでいきましょう。アルコール度のかなりの刺激もありますし、かなり癖のある香りですよね。じゃあトワイスアップにして飲んでいきましょうか。はい、じゃあトワイスアップ。ソーダは 50ml。 あと今日はお湯割りダージリンティーを入れていきます。はい、今日はこの3種類で楽しんでいきましょう。はい、まずはトワイスアップ。パンチのある香りしますよね。結構私この味嫌いじゃないですね。はい、それではハイボールもいただいていきましょう。ハイボールの美味しいですね。この癖のある味、結構私この味美味しいな。じゃあホットですね。ダージリンのホットいただいていきます。ダージリンティーの香りがとてもあって、美味しいですね。私好きですね、これも。氷を入れて水割りにしてみました。すだちの水割りですね。じゃ、いただきます。カティーサークの香りとすだちの強い香りがちょっとこれは合わなかったですね。すだち、ちょっとハイボールにしてみましょうか。ハイボールはどうだろう。すだちのハイボールもいただいています。やっぱりすだちいらないな。酸味系は足さないでこのまま飲んだ方が美味しいですね。多分すだちは入れない方が良かったかな。なんかお湯割りが一番合う感じしちゃいました。お湯割りにすると、癖が和らいで結構美味しい味になりますね。はい、本日のカティーサークテイスティングレベルになります。スイート、スイートはシェリー系の樽の香りなんでしょうかね。甘い強い癖の香り、これがしますね。フラワー、フラワーの、グレーンな香り、これも強いと思います。グレーンの香りも酸になると思いますね。ピートやタルコ、これはありません。私の好きな飲み方としましては、トワイスアップが9、ハイボールが10、お湯割りも10となりました。暑い時にはやはりハイボールが一番合うんでしょうか。寒くなってくるとお湯割りの方が美味しく感じるのかもしれません。本日のカティーサークは、ノンスモーキーマップになるでしょうか。ノンスモーキーマップではグレーンというより、フルーティーな香りの方が強いですね。フルーティーが、結構フルーティーのレベルが高いですね。あとちょっと、フルーティーとガツンとする癖のある香りですね。これがとても美味しいと思います。本日も最後までご視聴ありがとうございました。